おはようございます。セブライフの友です。また発情が来ましたということで、この真ん中の豚ですね。この豚、母豚じゃなくて、1、2、3頭いる。ちょうどね、先週ぐらいかな。母豚、ここのね、ケージからここに移動させたんですが、その豚の1頭が、またね、発情が来たので、種付けしなければいけません。はい、この子ですね。日付はよいしょ、暗くて見えづらい、10月13日、今日が30なので17日経ってまた発情来た感じですね。はい、で押してもね、背中グググッと押しても踏ん張って、で後ろのね生殖器もはい、おしっこしちゃったけど、ちょっとね小さくしぼんでると思うんですが、こっちの子はねもう大きくボテッと腫れてて見えづらいですが、はい、発情が来ました。1回の種付けではね、着床しなかったということですね。この子が10月13、こっちの子が10月7日なので、最初に種付けした子は今のところね発情もなく、順調という感じですかね。まだ妊娠してるかはわからないですが、発情はないです。この子、2回目に種付けした最初の子の次の子ですね、に種付けした子がまた発情が来たので、次のじゃないな、明日明後日かに日曜日ぐらいかな、また種付けになります。はい、ということですね。なかなかやっぱり1回で、種がつくのは難しいのかな、実際ね、この、一番年長ですね、ここも種付けしてね、まだ発情は来てないので、とてもね、また妊娠するかもですね。はい、この子は1回でいつも種がついて、で、生まれる子豚の数も多いですね。真ん中の子、また精液、オスのね種豚の精液を買いに行かなければいけません。はい、ということでもう1回ですね、もう1回種付けになります。はい、種付け精液ボトル2本と、あとは種付けの道具で1800円ぐらいですね。はい、こんなところかな。あ、でこっちのね、この茶色の豚なんですが、結局ね10月も発情はなかったですね。1回もなかったですね、この子に関してはね10月中に2回来たんですが、こっちの子はね発情が来なかったですね。まあ次の発情で種付けなので、様子見ですね。はい、そんなところです。こっちの子たちはまだですね、来月、再来月ぐらいで種付けになりますということでした。はい、ではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり。